ご視聴者の皆様、こちらの動画へようこそお越しいただきました。この動画では、イマジンチャンネルの創造動画第124弾、創造動画116弾の続きというものをお伝えさせていただくものです。ものでございます。えー、こちら、事前に言っておきますが、116弾の続き、つまり116弾でお伝えしたことを、の、えー、まあ、を前提にというか、をまあ、ベースにお伝えさせていただきます。 ただし、116弾が必ずしも残っているとも、YouTube に残っているとも限りませんし、116弾をまだ聞いていない方も多分いると思いますので、一応、念のため、軽く116弾の振り返りをしてから、こちらのテーマに入らせていただきます。116弾がどんな動画だったか、動画だったか、と言いますと、私が考えた、まあ私が考えたというか、まあ実際にもちろんあることなんですけれども、 音楽の演奏などで使われている和音についての話をさせていただきました。で、どんな感じだったかというと、その、その動画では、ドミソ、というもの、いわゆる C の和音、そしてドファラ、というものの F の和音、そしてシレソ、という G の和音、 というような話を、えー、させていただきました。で、そこには、えー、ドとソについては、二つの、この C、G、あ、C、F、G。え、これ G7 とかそういうのもあると思いますが、今回は C、F、G とさせていただきます。すいません。C、F、G の中の、ドとソの和音については、二つに入って、入ってますねっていう、そういう話でしたね。C、えー、度については、C と F。ソについては、 C と G。で、ファについては何でしょうかねなんか、F だけのような気がしますねみたいな、そういう感じのことを、えー、おそらく116段では話したと思われます。ということで、えー軽えー、軽く、振り返り、振り返りをいたしましたので、その続きでございます。えー、ちょっと考えたんですけれども、え、その、えー、特に F について考え、えー、その、えー、 んあ、え、ファでしょうかね。ファについて、ドとソは二つ入ってるけど、ファはなんか一つしか入ってないような気がしますね。なんか違ったらすいませんっていうことで、改めて考えたんですけど、確かに、確かにね、その、C、F、G の中に、中だったら2、ファ、そのファの音は一つでした。 一つだったと思います。あの、G7 だったら違うかもしれませんね。G、G、あ、んまあいいや、え、ちょ、ちょっととりあえずあの、あ、念のため言っておきますけれども、あの、音楽の専門家などそういう方ではありません。ただあの、趣味で楽しんでるだけなんで、ほんと、もしかしたらちょっと一部違うこととか、あの、不十分なところとかあるかもしれませんけれども、そちらよろしくお願いいたします。で、それを踏まえてお伝えしますが、多分、C、F、G の中だったら、ファノートは F だけ。 だ、だと思うんですけれども、よく考えました。ファラドという音ありますよね。うん、ふん、ふん、というもの。えー、これも一応 F でしょうかね。で、次。ファと、えー、ラのシャープとリ。または、ファとシのフラットとリ。うん、ふん、というもの。こちら、だったら、F だって、F、ファだって2つ入ってる。という。 いう方その代わり、C、えー、のフラットは1つ、またはラのシャープは1つしか入ってない。で、ミソド、いわゆる、まあ、C でしょうかね。こちらにも、えー、ドが入って、えー、ファラドにもドが入って。で、ファとラのシャープトレには、えー、ファが入って。だから、えー、ファとドが2つ。 ということで、ワン音をどん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 、まあまあ、え、まあなんて言うんでしょうかね、ずらしていけば、ちゃんと、その CD、CD え、ドミソドファラシレソでいう、ファの音は、二つ入るようになる。え、ファを基準にしてファラドにすればね。あ、ちょっとわかりにくいかもしれませんね。すいません。え、な、なうん、どういうことと思う方も,もう結構多いかもしれません。すいません。 ただ、まあ、あ、えー、改めて考え、116段の話を踏まえて、改めて考えました、考えたところ、そういうふうに、えー、どんどんずらしていけば、えー、その、まあ、えー、CFG で言うと、えー、ファの音が2つちゃんと入,入るんだな。で、さらにまた、今度、えー、ラのシャープ、いわゆるシのフラットが、この、ファラドファの、ファとラのシャープ、で ミソードには一つしか入ってないけど、また、シノフラットレ、ファにすれば、え二、ー、つ入ると。シノフラット、ミノフラットソという、うんー、んー、んというものがあるから。みたいな、そういう感じ。まあ、そういうふうに、まあ、もう、キリがないですけれども、もう、どん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 、えー、そういうことが、まあ、えー、ま、ループというかね、回っていくという、そういう感じに、改めて考えたら、そういうふうに考え、感じました。 確かに CFG の中だったら、えー、そのファノートは一つしか多分ないと思うんですけども、その和音をどんどんずらして、例えば CFG だったらファノートを基準に、ドミソドファラシレソだったらね、というような感じにしていけば、その音も、まあ、具体例ですとファナードそういう音、一つしかないものも二つに、その二つというかね、えー、和音の二つに、二つのワ音に含,含,含んでいるんじゃないかなと思います。ちょっとあの、 特に専門用語というかね、あの音楽関係の話だったんで、少しわかりやす、わかりにくかったというか難しかったというふう、ふうな、えー、ふうに感じた方も、えー、いるかもしれないんですが、えー、改めてそうかん感じました。116段でお伝えできませんでしたので、この場でお伝えさせていただきまし <laughs> ということで、1う、う24段の方は終了させていただきます。125段の予告をさせていただきます。なお、125段は、 121段から125段のグループの最終動画の予定です。125段は、個人本番と団体本番。こういうテーマでお伝えさせていただこうと考えます。個人本番と団体本番。個人本番と団体本番。で、どういう話かは125段をぜひお聞きください。ではありがとうございました。